はい、おはようございます。おはようございます。グランピー村上です。はい、今日は、はい、このスーパーチックス、はい、昨日先日の動画でタケちゃんと西上さんが極楽寺雪の中走った自転車ですね。はい、大変そうでしたね。すごい大変そうでしたね。でもう雪でもうドロッドロに汚れたんで、はい、そうですね、はい、雪の中走るとこんな砂がつくんですよね。すごい。その時は別に気にならないですけど、乾くとこんな風に一気に砂まみれになっちゃうというのが、ドロッドロやっててもこれをきれいにしていく動画になります、はい。で、この自転車チェーンをマックオフの再、はい、チェーン最適化プログラムを受けてる、はい、やってるチェーンになりますんで、はい、そのチェーン施工したらいいけど、この維持の仕方、はい、汚れたらどう掃除したらいいのっていうところも含めて、そうですね、はい、はい、紹介していきます。はい、はい、ということで、じゃあケミカルから、はい、今日使うケミカルを、はい、ちょっと紹介していきます。はい、まずチェーンの洗浄なんですけど、はい、これはもうパーツクリーナーで、はい、パーツクリーナーで上手で拭き取るような感じの簡単な洗浄をしていきます、はい。今回はワコーズのこのストロングジャンボを使います、はい。一応マックオフにもあの強力なパーツクリーナーあるんです、はい、名前を調べとかないかのリンクに貼っときます、はいはい。あとボディの洗浄は、ウォーターレスウォッシュ使います。はい、今日はもうささっと水なし洗車なんで、そうですね、こっち使ってきます、はい。で、表面の汚れ、まあ、保護にシリコンシャインを使います、はい、フレームの保護ですね、はい、これ使ってちょっと次の汚れを落ちやすく、はい、していきます、はい。で、まあ、チェーンルブですね、はい、洗浄したらルブ刺さないといけるので、はい、このレディキュラス、はい、このサイズ1万円します、はい。そうですね、施工したルブが、はい、種類がこのレディキュラスなんで、はい、同じものを使っていきます、はい。一応マックオフチェーン最適化のプログラムは、はい、ルブ2種類選べるんですけど、はい、よいしょ、はい。さっき あのレディキュラスっていう、はい、サラサラのオイルと、そうですね、あとハイドロダイナミックルブ、はい、青いルブがあるんですけど、はい、これはグラベルバイク向けのルブ、はい、がウェット系ですね、落ちにくいやつです、はいはい、の2種類があります、はい。でダイナミック、ハイドロダイナミック使っている人はそっちを、はい、同じ種類のものを使ってあげてください、はい、の方がいいと思います。そうですね、はい。まずちょっと音を聞いてみますか、はい、現状の音ってどんぐらいあるんだろう、洗浄前の、はい、ちょっと回しますね、はい、こんな感じ、結構ちょっと音が大きくなってる、大きくなってますね、チリ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 、おお、金属と金属が擦れてるような形ね、この音ですね、はい、はい、こんな感じ。これが事故前どうなるか、変わるのかな、果たして変わるのだろうか。はい、じゃあ早速やっていきましょうか、はい。最初にチェーンやっていきますか。そうですね、チェーンやってボディやって、はい、注意がいいんじゃないですかね、汚れのひどいところから、はい、よし、じゃあ一応やってますか。あ、でもチェーン、あ、でもまあ黒いっちゃ黒いけど、そうですね、言うほど汚れてないというか、はい、想像してたよりはひどくないなって感じにしますね。そうですね、まあそのルティキュラスが結構サラサラ系なんで、どれもつきにくい部類ではあるんで、はい、うんうん。で、あとこれあれですね、直接パーツクリーナーをブシュッと拭いてもいいんですけど、はい、そうするとリンクの中のルブが全部抜けて出しちゃうので、クエスかなんかにパーツクリーナーつけて拭いてあげるのが普段はいいんじゃないかなと思います、うん、ね、はい。でまた1000キロぐらい経ったらそのパターン施工してあげると、はい、
いい感じに復活していってくれると思います。であとこれ雨とか濡れてもちょっと落ちやすいんで、はい、雨とか取られたら同じように表面の汚れを落ち上げて注油してあげるといいと思います。なるほど。一応また洗いすぎてピンのオイルも抜き切っちゃったらもう一回施工しないといけなくなりますよね。そうですね。よいしょ。まあ、これ で洗浄して注油してこうしてあげると、まあ、維持できるのかなという、はい、ことですね。でやっぱりどうしてもこういう普段の洗浄の場合は中のリンクの汚れまでは取り切らないんで、はい、定期的にやってあげるのがベストな状態を保つ秘訣ですね。秘訣、はい、まあね、こう乗るたびに施工なんてできないんで、もうどんどんお金が飛んでいきますね。普段はこういう感じで、さすがに現実的じゃないんですよね、はい、もうそん結構そんなに表面だけでも綺麗になりますね、うん、そうですね。こんな感じ、結構パッと見黒かったのが結構キラキラを取り戻したじゃないかなと思います。はい、よ、はい、じゃあこれぐらいですかね。このぐらいで大丈夫ですね。はい、はい、注意しとこう。はい、写真なんすかね、塗布してからちょっと時間置いた方がいいですもんね。そう、まあ、でもこのクリナー解くと取れちゃうかもよ。ウォータレソーシュ。ウォータレソーシュ。ああ、そうか。ぶっかけない方がいいかも。ウォータレソーシュ。ぶっかけるんか。そうですね。まあ、そのウォータレソーシュもウエスに浸してやってもいいと思うけど、基本的にはスプレーしてボタボタ落として拭き取る感じです。ほとんど拭き取ってたんで僕。あんまりボタボタやんない人だったんで。ボタボタさせたくなければウエスにスプレーして拭き取る、はい、基本はスプレーして落としてあんまたの拭き取るっていう感じです。わかりました、はい、ちょっとひどいところだけはブチブチかけます。はい、裏とかもやばいっすね。ん？もう、これはもうあれよ、はい、遠慮なくもうスプレーしまくるよ。もう落ちるよ、もう下たるぐらい、それぐらい、うん、おお。こう、下たるぐらいやるんで、なんか下に紐を敷いた方がいい。本当は本当はした方がいい。こういう感じにね、こう滴る見えるかな、滴るぐらい、滴るぐらい、もう地面を見たらそう分かるぐらい、うん、よいしょ。いや、いい匂いするわ。甘い、いい匂いが甘いするわ。すごい、気持ちいいですね、こんだけ汚れてると、ね、拭いた時そうそう、綺麗になったらね。すごく放置すると取りにくくなるじゃないですか。そうそうそう、これで直後にやった方がやっぱりいいです、うん、シートポスト結構綺麗だね。もうだいぶ一瞬で綺麗になりますね。そう、うん、ホイールも拭いとこうか。そうですね、ホイールも結構こうガサガサしてるから。で、なんでこう滴らすのがいいのかっていうのが、はい、特にこういう砂のやつって拭くとそのまま傷になっちゃう可能性があるのよ。あ、なので、
滴らせても地面に落としてやって余ったのだけ拭き取るっていう、あ、それで、はい、の方がいいと思います。なるほど。これはまだ細かいからそんな目立たないと思うけど、うんうん、マウンテンバイクは結構ザリッザリのやつとかは、マウンテンバイクはひどそうやな、はい、毎回洗ってますよね。いや、俺は毎回洗ってないよ。洗ってないですか、うん、ひどい時はあるけど。あ、そうなんですね、うん、まあ、でもロードバイクよりは頻度早いですね、うん。逆に今のトップストーンなんてしばらく洗ってないからくっそ汚いよ。洗いがいがありますね。そうそう、そろそろ洗わないと。僕のチャプター2もめっちゃ汚れてます。まあ毎日使えばね。もう排気ガスの黒い汚れがすごいですね。あ、それはあれだね、はい、それはこの目に洗ってあげた方がいいかもしれないね。そうなんですよ。洗ってあげないといけないんですけど、うん、まあ、後回しになるよね。なかなか億劫になっちゃって、ね、チェーンだけはやってます。うん。チェーンだけは乗り心地が変わるんで、うん、あ、まあ確かにね、うん、しばらく放置したチェーンをきれいに洗うとすごく軽くなるよね。めっちゃ軽くなりましたね。あ、気持ちいいんですよ。この辺もめっちゃきれいになった。ウォーターレスウォッシュって一応保護剤みたいなのが入ってるから、はいはい、これだけでもすごく綺麗にツヤツヤになるんでね。そうですね。結構これ1本でも全然いけるぐらい。うん、これでもうこれだけでも全然大丈夫。全然大丈夫。もっと汚れにくくしたければさっきのシリコンシャインとかを、はい、保護剤をで仕上げてあげると次の洗車が楽。なるほど。一緒に重ねるから悪いってわけじゃないです。ん？重ねたらダメとかで言うわけでもない。でもないです。マックオフのこれはもう基本的にその仕上げ台だから、はい、こういうの、まあ、例えばこのウォーターレスウォッシュを使った後に使うことを前提にしてあるから、あ、特に気にすることなく。ブレーキはかけちゃダメだけどね、このシリコンシャインは。ああ、はい。ウォーターレスウォッシュは別にいいけど、そうですね、ブレーキだけ気をつけて上げたら大丈夫、はい、あとリアホイールだけかな。はい、あとホイールで完成、はい、よし。やっぱリムの、はい、このリムのここの部分分厚い、はい、分厚いのが分かる。そう、分厚いよね。その段差がなかなかね。多い。ジップペラペラですからね。いいのかそれって。なんか薄く配置してるらしいですよ。ああ、そうなの。700の 28C 履くと最適な空力を得られるように作ってるらしいです。なるほど。で、めっちゃ薄くするっていう考え方らしいですよ。燃費とは考え方の方向性が違うんだね。はい。塩ビは分厚くして、うん、パンク耐性が強くするんでしょう。うん、時間でも壊れない。リムシステム壊れない。で、広い、幅が広いから、リムパンクもしにくい。そういう考え方。うん、基本的に塩ビはタイヤインサートを入れないんだよね。はい、ああ。壊れないから。壊れないから。うん、まあ、推奨してない。確か変わってるかもしれないけど分かんないですね、うん、まあ、最新の情報が、うん、最近なんかモデルチェンジしてました、ね、そうそう。はい、はい、これで全体が終わり、洗浄が終わり、洗浄終わり、全体的に洗浄が終わって次は仕上げですか。仕上げに、はい、ちょっと吹き付けとく、はい、よいしょ。あ、あ、大丈夫ですか。ちょっと塗って塗り広げるぐらい。うん、かな、ウエスに取って塗り広げる。
まみれだったのがこんなに綺麗。もう10分でそんぐらいです。慣れたら5分ぐらい休みかな、これ休みますね。で今中野君もうすごく丁寧にやってくれてるからよいしょ、人の自転車ほど丁寧にやりますよね自分のは適当ですからね、あと 2,3 分ぐらいで終わらせますからねわかるわよいしょ、なんか内側が汚れるからな。そう、うん、内側は特に丁寧にやってあげるとこの方が次楽です、うん、砂がつきにくく落ちやすくなりますね。よし、おい、何もいいですか、ね、おい、きれいにツヤツヤになりますよ。ツヤ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 、気持ちいいはいはい、で、お父さんもさっき終わったんかね、全部これで注油終わって、ちょっと拭き取ってます、はい、表面に残ってる、はい、こんな感じでシャサッと。ちょっと変わったのかね、ちょっとやってみますか、はい、よし、回します、はい、気持ちいいなんか音が小さくはなった気がする。あ、でもそうですね、あんだけで違うんだ。あ、でも気持ちいい。あ、全然静かになってますね。気になってるね。あ、これだけで食べちゃうな。結構変わりますね。おへ、こんな感じですね。はい、静かになりました、はい、こんな感じではい、終了、終了です、はい、あの全然普通の洗浄と変わんないですね、はい、バックオフチェーン最適化してもそうですね。なんでまあこういつものメンテのみたいな感じで、基本的には汚れを拭き取ってもらって、はい、注油するで OK かな。で OK、はい、また洗機の持ったらプログラム、そう、そこをしていただけるといいかなと思います、はい、チェーンは育てるものなんで育てていきましょう、はい、あの最適化プログラム、はい、今数本、本数限定でお得なやつがあるんですよね、うん、そういうルディキュラスの方はですね、まあ、在庫次第限りなんですけど、あのこの施工とルディキュラスの 50ml のこれはい、このループ、はい、これ通常別々で買うと、こっちは今9000円とかな、9000円とこっち4800円なんで1万4000円ぐらいなんですけど、はい、それが両方セットでやると1万円で、税込み1万円でいけますんで、もう半額でゲットできる。そうそうそう、ルディキュラスの 50ml が半額でいけると。で10名限定ですんで、はい、もう 何名かもういっちゃってるから、はい、また残り5名ぐらいですかね、5名はいますね、はい、なんでまた終わったらとか、はいはい、お早めにと。で ちなみにこの4480円っていうのは3月いっぱいまでの、はい、特別価格、特別価格 で、はい、で3月4月以降は、4980円になります、はい、でハイドロダイナミックの方も4480円に変わっていきますので、ちょっとやってみたいなっていう人はそのまでにやってもらうのがいいんじゃないかなと思います。あの騙されたと思ってやってみてください、本当に変わるんで。結構みんな驚いてますもんね、はい、またまたと思ったんですよ、僕 も正直オイルやろみたいな感じだったんですけど、意外とちゃんと違いが分かるとっていう感じで、はい、はい、
洗車動画でございます、はい、参考に、はい、まあ、よかったらこのチェーン最適化プログラムもやってみてください。はい、じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございます。